はい、OK です。はい、おはようございます。おはようございます。今年3回目ですかね、ヤシ TV、 ありがとうございます。いつもご覧いただいている皆様ありがとうございます。今日はゲストが来てくれました、北海道から、株式会社塚本の三浦君が来てくれました。はい、明けましておめでとうございます。塚本の三浦と申します。今回ですね、2回目の、ヤシ TV の、はい、出演ということで、はい、前回ですね、Facebook の方で、坂本先生からですね、三浦君グラグラしすぎだというお叱りを受けてしまいました。今日きちっと、はい、はいはいはい、よろしくお願いします。お願いします。北海道から来てくれた三浦君です。はい、どうですか山形。今日は氷点下マイナス5度が最適温、はいはい、最高気温がマイナス1度という予報ですけど、どうですか。いや正直ですね、はい、昨日の夜、山形入ったんです。あ、そうなの。はい、正直北海道から来たら暖かいという印象を受けてしまいましたね。北海道今今年がすごい寒いんで、もうこっちコートいらないぐらいな暖かいっていう雰囲気です、ね、なるほどね。まあそれぐらい気温が違うってことですよね。そうなんですよ。でも寒いです。これお酒入ったらもう喧嘩売ってんのかって言いそうだけど昼間だから、あ、ね、そうです、違えばという感じなんですかね、はい。お正月は問屋さんとしては振り袖店が多かったんですか、取引先は。いや、百貨店関係が多いんで、百貨店の初売り、一般ごっくの催事が多かったですね。あ、そうですか。同行としてはどんなものが売れてるもんですか。いや、やっぱりまあ、まず北海道なんですけど、まあ、シャレ物が多いんですよね。どっちかというとフォーマルよりも普段着れる紬だったりっていうのが一番売れている。あ、でもいいことですね、はい。で、こちらのグループ会社さんにご参集いただきまして、来週の18日から、はい、うちの店で、お宝一の一というのを開催します。出店品目はサンゴとパールとパールとサンゴです。ですね。多分。はい、サンゴはね、すごいいい、高知県サンゴのすごくいいのが入ります。あと、アドバイザーの先生がですね、山形出身の、庄内の、庄内出身のアドバイザーの方が入るんですね。すごく綺麗な方が。高知県サンゴの人。あ、違う。だから、一田さんの宝石の方が。すごい。なるほどな。うん。前何度か来てくれてて、おお、ご無沙汰ですよ。へえー。はい。来週の18日からうちの店で4日間開催します。でもその前にうちとしてはさ、今週末にある成人式の方がビッグイベントだ。へえー。おかげさまでたくさんの方の笑顔のお手伝いを。なるほど。はい。だからこの天気のまま行ったら大変だなとか思ってたんですけどね。北海道はどうなの、成人式は。どうというと変わらず普通にあの草履で歩くんですかね。草履カバーつけて、あの防寒草履っていうのが、ああ、あんまない、こっちない、ね、違う、だからそうじゃなくて振袖の普通の草履とは全然別じゃん。はい、それでやるわけ。そうですね、あのこの草履のところにポコンとこうカバーがついてるものがもともとデフォルトというか振袖用の草履の。そうです。マジで？そうですよ。待て。こういう草履じゃないのがデフォルトってこと？こうポコンとしたやつがある。いや、それは分かるけどさ、はい。普通の表物セットにそれがつくの？つきますよ。はい。2足つくのじゃ。2足つきます。あ、ならはずよ。はい。まあ、必ず雪はつきものなんで。そりゃそうだな。ところ変わればだね、これね。そうなんですよね。あといろいろ文化が違うのは、喪服セットあるじゃないですか。うん、あれ名古屋帯ですよね、黒友帯って。一般的にはね。あれ北海道は袋帯だ。あれなんで袋帯なの？なんでなんですかね。逆になんで名古屋帯なんですかねみたいな。あれさ、ちょっとこれ間違った情報だったらすみませんけど。基本的に、あれらしいじゃん、おめでたい席じゃないじゃない、だから二重にならないようにって言って、
名古屋が冷凍されてきたっていう話を聞いたんだよね。それを聞いたことはありますけど、北海道では袋帯がフルセットに入っていると。なるほどね。ちょっと変わった文化があるんです。あの、ところ変わればだね。そうですね。まあ、ちょっとでもあれじゃないですか、寒いから冬だけじゃん。え、でもさ、北海道の成人式はどうなの？あの、全部冬にやるわけ？夏にやるとこない？ほとんど冬でしょうね。あ、だとしたら北海道で冬で成人式みんなしてるんだったらさ、山形だってさ、群馬行けば夏なのよ。おかしいね。うん、冬にやるべきだね。ですよね。新庄とか未だに夏です。鶴岡さん方が署名で 夏から冬になったけどさ、はいはい、でもこの辺でも山野辺町とかさ、佐賀とかさ、あっち夏だ、中山だ。あ、そうなんですか。うん、うーん、東でも夏だよ。夏にやったら何着るんですか。あの、結婚式に行くみたいな服みたいな、ドレス系の。ドレスだからさじゃあ一生振り袖着ない人もいるっちゃいます、ね、いるっちゃいるねいやいや、冬にすべきですね、これは。あ、ちょうど今ね、山形の県知事選挙が始まるんですよ。だからなんか面白い、県知事さんにお願いしようかななかなかこの声は県知事さんに届きづらい最も届きづらい野手って意味だと思うんですけど本当はあ、でも北海道で全部冬になってるんだったら山形も冬すぎだね。うん、世の中も変わってるんだね。そうですね。あ、はい、まあでも寒い時期だからこそ着物っていうのはなかなか見直されているわけで、紬の反物でね、綿入れ作ったりする人も、反転作ったりする人もいますから、うん、今北海道だとこう着物じゃなくて反物で何か作るって言ったら、別のものを作るって言ったら何作るんだろう。わかんないですね。なんか今だとさ、なんていうの、あの、旅館できる丹前みたいな、あの、なんていうの、あったかいやつあるじゃん。あの、浴衣の上に。そう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 。ああいうのを作られる方も結構増えてきてますね。中に綿入れて。一旦で2本作れるのかな。おお、なるほど。うん。まあ、下手代が固定費なので若干割高にはなるんですが。うんうん。うん、まあ、とはいえ、あれですね、三浦君には3月ですか。そうです。催事で出席いただくの。3月、まあ、食料会館の方で、やらさせていただいて、あの、恒例の催事なんですけど、そちらに、手旗で、ずっとやってきている勝山織物という企画が今回入りますので、はい、で以前ですね、15年ぐらい前になると思うんですけど、布施さんにお邪魔した秋山先生という、まあ、全国的に有名な先生の方が、いらっしゃって、販売していただくという形になっております。秋山って毎日うちに来てくれてるんでしたっけ。多分秋山先生じゃなくて、商品は入ってるけど秋山さん入ってない気がするな。あ、そうなんですか。まあでもとにかく全国で有名な人がいまして、その人が、あの、今回やってきます。彼が呼んでくれましたので。専務会ったことありますよね。だから俺東京の売り出しやってるんだよ。ああ、なるほど、うん、非常に楽しみにしてるぞ先生も、うん、昨日もメールしてましたけど。あ、そうですか。なるほど。まあね、きっとその頃には雪もだいぶなくなっているんでしょう。楽しい売り出しにしましょう。はい、はい、ということで、来週18日からの催しをやってますんで、ぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。よろしくお願いします。止まった。はい、止まりです。はい、ありがとう。止まってねえ。それな